ちょっと思いついた。今日のメインチャンネル、うん、アイプチして出ようかなと。いやいや、昨日散々なんか言われたんですもん、うん、トミーくんにもなんか変とか気持ち悪いとか。いや、どっちか分かんないじゃんみんな、うん、だからちょっと今日も二重にしてトミーくんノーツッコミでいこう。あ、そうね。で、俺も忘れるからこれのことは、うん、でそれに対して何も言わないで視聴者さんなんて言うのかっていうダメなんかなそういうのって。これ横で撮るの忘れちゃった。横にして、はい、やってきていいですか。いいですよ。だから昨日ちょっと俺思ったのが、思った、うん、なんであんな顔にフォーカス当たる動画の時ヒゲ剃ってないのって。いやだって顔にフォーカスが当たるからってヒゲ剃るのおかしいじゃん。いやでもそれはさ、だっていつも剃ってないんだもん。いやでもそれはさ、だって今日も剃ってないんですよ。今日も剃ってない。顔にフォーカスが当たるのに。いやでもまあ今日はまあ思いついたってなるけど、うん、寝癖とか。いやミス、じゃあもうそれに関してはもうさ知ってんじゃん。一番何がダメだこいつって何度思ったか分かんないわけじゃん、うん、トミーって感じじゃ。許してよ。いやいい、いいんだけど、すげえな。いやでもそれに関して一個言っていいですか。何？僕もすげえなって思います編集の時。あ、そうでしょ。佐藤寛太も思うでしょ。ミスじゃんって。いやそれはわかるよさすがに、うん、でもわかんないの撮ってる時いやわざとこうやってやろうってわけじゃないの、うん、結果的にそうなってんの、うん、だからこっちも困るわけだから、うん、今日アイプチしてきます。アイプチしよう。鳩場つぐさんだってあれらしいよ、動画上げてるぞ。そう、久しぶりに上げたんよ。え、マジで。確か、うん、え、なんかね6ヶ月ぐらい前から上がってなかった気がする。あ、で上げてんの。え、最近。いやお前何してんのお前って。やば、目いった。ピンセットなんかの爪じゃないぐらい。ちょっとこれカロリー多いな。何が。いや今日のメインチャンネルのベースにあるカロリーじゃないぐらい今負荷かかってんな俺の目に。な、俺今なんだろう。あ、昨日よりでも上手になってるな。じゃあ俺さ、そんなに二重か。二重だよ、まあ、パッキリ。どうしよう、どうやってやったら映るのか分かんない。パックリ二重だよ、まあ。ここが2本線になってた二重なの。てかまあ一重説あるけどな、それが。じゃあ一重じゃん。めっちゃ下手だわ。よぜ。はい、じゃあいいじゃん。メイントロ。メイントロ。メイントロ。うっさ。メイントロ。メイントロ。じゃあちょっとお楽しみにというか、はい、コメント欄をみんな見てみてください、うん、はい、じゃあちょっとこれ、じゃあこれ後で結果発表、結果発表したいと思います。お願いします。まだなってました。いやー、もう微妙なんか途中でのノリ若干と、でもまあなってるじゃなってるよ。なってめっちゃ痛かったのよ。あ、そんな、あれやろ、クイズやろ。何、目をグッてやっていい。うん、グッてやっていいし、クイズやろ。この人誰だ。あ、むつきロアさん、ゆずきロアさん。お、正解です。はい、すごいできてんじゃん。俺なんか VTuber 好きかもしれんね。もしかしたら興味持ってる人だから。それってついこちらの方です。どうですか、藤司さん、藤司葵さん。あ、違うな。白ってなんだろう。ロアさん、白石ひろし。いや、男じゃねえか。男じゃねえか。なあ。誰さんですか。樋口楓です。本当に全然違った場合どうすればいい。ん？はい。ゆずきろあさんです。あ、すごい。ゆずきろあさんはわかるんだね。わかります。なるほど。え、結構わかるかも。もうちょい出してほしい。はい、この人です。ゆめみひなちゃんの。違いますね。猫月ひな
猫つきひな、猫宮ひなたさんですね。とかすね、うん、ということで、はい、意外と覚えてますね。意外と覚えてよかった。ちょコメント欄見よう。何がコメント欄見よう。あ、こっちね、うん、これちょっとこれ評判良かったらやるわけだから。まあね、やっていくわけだからね、確実に。はい、うーい、はい、昨日のこと覚えてますか？昨日のこと覚えています。ちょっと僕それは見ましたわ。はい、評判。はい、あ、二重に したんですよ。いや、まあ動画の作りがなんかいつもと違いすぎて二重のことを誰も見てなかった説あるんですよ。そう、いやでもコメントあったんですけど、はい、あれって思ったのが、うん、いや僕昨日二重だったんですよ、はい、昨日の動画、はい、で普通にちょっと気持ち悪かったっていうのはあると思うね。そのまあね、編集ついちゃってる感じ、うん、編集始めた時にね、お前がこっち見たで、ね、なんか違うかもしれんって、うん、普通に動画としてのクオリティが下がる時代に入ってて、うん、ふざけてたね。でコメントに読んだら、うん、なんかハマっちゃったんだみたいな、その、あー、なるほど、その女装に目覚めちゃったんだ的なね。なんか二重の自分好きになっちゃったんだみたいなのしかなかったですね。ボケってよりはきつみたいなね。そうですね、ちょっと今見てみますね。今で新しいコメントが入るかもしれないから。それでもやっぱ VTuber さんが出ていただいたことにこう喜んでらっしゃる方が結構多くて。そうだね、うん、あ、二重やってんなーってコメントもありますね。ああ、じゃあバレてるとこはバレてんだ。あ、カンタ君の目にしか目がいかない。いや、まあ目やってることはバレてるな。目やってるからね。あ、カンタの二重気になる。やっぱ気づく、でも気づいてない人も相当多いんじゃないですか。まあ確かに。で、あと、まあ、ズームが使えなかったっていうのは一個ありますね。あの昨日の動画で言うと、まあ目やってるからね。目やってて、しかもなんか下から撮ってたから、うん、なんか本当に変に見えちゃったんで、ガン開きしてる人だと思う。サムネ迷ったね。目こうやってやってたんだけど、うん、クッてなってんだよ。うん、だからね、二重というよりは釣り目みたいなことなんでね。そう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 、完全にそうなっちゃってたんで、違ったかなっていう。いや、やんないでしょ、俺。何が？いや、普通やんないでしょ、俺。でもこれが難しいところですよね。やると思われてるんだろうな。そうね。いや、二重の動画をやって次の日やんなくね。いや、でもそれでハマっちゃう人はいるわけだからさ。いや、隠れてやってるならまだしもさ、あんなに言ってさ、次の日から俺ガツンってやってたらさ、怖くない？これで例えばこっからもうほぼ一生やり続けたときみんなどなんて言う、触れづらくなってくの。いや、それはでも人の自由だからね。いや、そうね。いや、でもそれを一回さ、ネタにしたやつがさ、そっちに切り替えてったらさ、いや、まあね、注意しづらくないな。まあね、わけわかんない人だよ、どういう気持ちってなっちゃうね、うん、もう僕はもう昨日の編集してる段階で違うなって思ったんで。でも意外と気づかれなかったってことですね。多分気づいてない人も多いんじゃないですかね、うん、ただまあ普通の動画よりも100ぐらい低評価が多くて、まあそれは確実に目だなっていう。ああ、そうだ、目で300ぐらいだったんで低評価。ああ、目で言ってんな。200のとこ300になったな。目が変っていう。目変バットね。目変バットがついたって。そうしかもいつもとよりも目変っていう、そのなんだろう、で説明がないっていうところ、ね、まあ説明ないの腹立つよね、はい、やりっぱっていうね。そこはもうちょっと今後は気をつけて真摯にそのメインチャンネルにてふざける度合いはね、うん、考えていきたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。まあ、あとまあね、ニックネームとか話になってくるからね。ニックネームもだから
な、何がいいかな、ニックネーム。俺やっぱそうね、かっこいい名前つけたいな、自分に。何がいいかな。俺もだって小学校の頃チャットやってたのよ、そのお前はな、うん、俺という人間はアメリカに住んでたんで、ね、アメリカ関係、いや、じゃあ家が遠いから遊べないのよ、うん、だから日本人学校の友達と夜チャットすんの、うん、すな、チャットなんだよ。で、そのハンドルネームみたいなやつがあって、ところてんだったのよ、うん、ボーボーボー好きだったから、ところてんだボーボーボー好きだったから、ボボ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 知ってる？知ってるよ。ところ天之助っていうやつがいたから俺ところてんっていう名前じゃない。なんで？好きだから